あめさんこちいずひこです。それでは今回なんですけども、田舎のスマホ決済事情、規制して感じた3つのことということで、今回はタイトル通りなんですけども、お盆だったので、ちょっとだけ実家に帰省することがありまして、まあ僕の地元もそこそこの田舎なんですが、そこでせっかくまあ帰省するなら、田舎のスマホ決済事情ってまあどうなってるのかなと気になりまして、僕なりに帰省して感じたことを3つにまとめてみました。まあもしかするとこれまでお伝えしたことと被ってしまうかもしれませんが、まあこんな現状なんだなっていう視点で聞いていただき ればと思います早速一つ目なんですけども、スマホ決済が使えるお店が本当に少ない。もうこれが一番に来るんじゃないんですかね。まあ実際にペイペイのマップとかで確認をしたらまあ少ないんですよね。 ま、使える場所はコンビニが多くて、飲食店はちらほらって感じでした。現在、ワクワク PayPay ペペのキャンペーン中ですが、まあ、実際に、セブンイレブンやローソン、ファイマーなど、コンビニは結構対応しているところがあるんですけども、そしてなんと言ってもですね、今の PayPay ペペのキャンペーンの魅力はどちらかというと、まあ、飲食店含めて、スーパーで PayPay ペペを使うと10、10%から20%の還元を受けることですよね。まあ、そのワクワク PayPay ペペ対象のスーパーは、 あるっちゃあるんですけども、車で4 50分ぐらいかかる場所にあるので、まあこれはさすがに行くことはないなというふうにも思いました。それに引換え、クレジットカードが使える場所は増えつつありまして、けどまあ、現金決済だけのスーパーも全然ありました。お店がスマホ決済やクレジットカードなどに対応しない限りは、なかなかお客さんがキャッシュレスを体験する場がないので、まだまだ時間がかかりそうだなという印象はありました。 次に二つ目、先ほどのことと少し関連するんですが、クレジットカードでも十分ということですね。まあこれはこれでキャッシュレスにはなるんですけども、スマホ決済と比較すると、ちょっとまたジャンルが少し違いますよね。特にのどかな場所での移動手段って、ほとんど車を使うと思います。むしろ住んでいる地域によっては、車って本当必要不可欠だなと。 ま、車に乗って頻度が多い出費で言うとガソリンが一番に来ますよね。まあ、今ではエネオスが提供するクレジットカード、エネオスカードでいつでも2円引きみたいなのはあったりするんですけども、まあ、ガソリンこそスマホ決済並みの恩恵が欲しいなというふうにも思いました。まあ、多分色々とあって実現するのは厳しいと思うんですけども、車に乗ってる方からすると嬉しいですよね。ちなみに現時点では場所にもよるんですけども、メルペイがそれこそエネオスやエッソに対応していたり、ペイペイも個人経営のところはちょくちょく増えている感じなんですけど やはりまだ少ない印象でしたね、まあ、この普及率だとやっぱりクレジットカードで十分だなという風にもなっちゃいます最後3つ目ということで存在を知ってても使わない使い方がわからないということですね まず、あの、実家に帰ってですね、久しぶりにテレビを見たんですよ。で、僕、一人暮らしの自宅にはテレビを置いてなくて、全然テレビ情報を知らないんですが、めっちゃ PayPay ペペの CM があってましたね。お前、今更買よ放って思った方は、優しい目で見てください。まあ、それぐらいテレビを何でも見てなくて、しかも流れていた CM がまさに、現在開催中の三者合同キャンペーンの CM でした。まあ、ここまで CM が流れると、そりゃユーザー数、1000万人いくわな、というふうにも思いましたね。その話は置いといて、やはりここまで CM を流しても、 使わない人ってやっぱり使わないもんだなというふうにも思いましたというのも僕の母も最近 LINEPay のデビューをしまして便利さに気がついてくれたみたいですそして PayPay を使わない理由を聞いたらなんか PayPay を装ったフィッシングメールみたいなのが来たことがあったから使わないということでした、まあ、最近本当ドコモとか d 払いそして Amazon とかのフィッシングメールとかがかなり流行ってるので、まあ、それは使うことをためらう気持ちもわかりますね そして使い方がわからないということもありました、まあのどかな場所に来れば来るほどなかなかスマホ決済を体験すればというのがかなり少ないので誰かそれを教えてくれる人がいたりするとまたちょっと変わるかもしれないですねということで今回は3つお伝えしました使えるお店が少ないクレジットカードで十分存在を知ってても使わないこんな感じでぶっちゃけ今回のことは田舎に限らずどこに対しても言えることかなというふうにも思います、まあ、そしてまだまだ他にもあると思うんですけども、まあ、僕がちょっとだけ規制して感じたことでした、まあ、普段キャッシュレスが普及し してる環境とそうじゃない環境を肌で感じたた貴重なな数日間にりりましたねやっぱりその場所に行かかななないいいとととわらうことは多々ありますなので、まあ、ちょくちょく外に出る機会も増やしながらこれからも今のように YouTube を通じてさらに発信していく意欲が湧きましたねそんなこんなで今回は田舎のスマホ決済事情帰省して感じた3つのことをお伝えしました是非ですねこれ以外にも何か思うことがあれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで今回の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました